クエアソフティング。というわけでやっていきましょう。ファイナルファンタジー7の実況やってまいります。こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつでございます。よろしくお願いいたします。今回からこのファイナルファンタジー7の実況をやっていきたいと思います。いやー、久々にですね、なんか FF やりてえなと思って、まあ以前といってももう何年も前の話なんですが、ファイナルファンタジー9の実況をやってですね、でそれ以来の FF シリーズの実況になっていくかと思います。いやー、まあ FF7 ね、リメイクされるということで、うん、ちょっとその前にね、やっておこうかなと思って、この1997年に発売されたクラウドで有名なファイナルファンタジー7をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、懐かしいですね。7やるのは何年ぶりだ？もう、何年ぶりでしょうね。7、8年ぶりぐらいですかね。懐かしいな。これが発売された当初はすごいね、衝撃的でしたよね。ムービーがすごい綺麗だっていうのとね、もともとね、プレイステーションで初めて出た FF シリーズということで、かなりね、話題にはなっていたんですけど、このね、ムービーの綺麗さに皆さんも驚くかと思いますよ。すげえ綺麗ってなると思います。あの CM もな、なかなかね、印象的ではありましたけど、君はクラウドになったかいっていうやつですね。綺麗ですね。やっぱ FF6 の後からね、これ見るとかなりムービーが綺麗になって、よりね、人間らしさっていうのが出てきたシリーズなのかなと思いますよね。ファイナルファンタジー7、やっていきましょう。1997年、
スクエアやっていきましょう。このムービーはね、なんだろう、スクエア、今で言うとスクエアエニックスさんがね、ムービー新しくプレステ3用にね、ムービー作ってますので、ぜひ YouTube かなんかで探せば出てくると思いますので、見てみてください。より綺麗になってね、復活してますから。まあ、セブンはね、いつ発売になるかわかりませんけど、プレステ4でリメイクされるんで、それも楽しみにしたいと思います。うわ、懐かしいな。超懐かしいんだけど。おぉ、来た。カモン。キャー、クラウド。行くぞ、シエリー。俺に続け。おぉ、懐かしい。あ、メニュー開けるんだ。元ソルジャー。うわー、FF 久々にやる。テンション上がるぜ。ポーション。この兵士からね、ポーションが取れるんですよね。さあ、FF にはよくありがちな、いきなり戦闘ですね。この曲がいいんだよ、また、かっこいいんだよな。でー、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 でー。マシンガン、ポカ。マシンガン、ポカ。4って。あー、懐かしい、こういうの。うわー、ATB 懐かしいな。ブガーン。もうやっぱりです。ね、FF 知らない人でもクラウドは知ってますよね。 FF やったことないよっていう人もね、あのクラウドっていう名前を出すと、ああ、あの金髪のっていう風にね、すぐね反応しますからね。よし、こんなもんだろう。なんかあったっけ。すごい綺麗ですね。この人は、あれ、話しかけらんない。あ、話しかけらんない。さすがソルジャー。でもよ、半身のグループアバランチにソルジャーが参加するなんてすげえよな。その話って本当だったの？ソルジャーって言ったら私たちの敵でしょ？どうしてそのソルジャーが私たちアバランチに協力するわけ？あやとちりするなよ、ジェシー。元ソルジャーなんだってさ。今はもう神羅を辞めちまって俺たちの仲間ってわけさ。まだ名前聞いてなかったよな。教えてくれ。この人はビックスですね。さあ、名前、皆さんご存知、クラウド。まあ、クラウドのままでいきましょう。クラウドだ。ごめんなさい、あんまイケメンな声は出せないです。クラウドか、俺は。あんたたちの名前なんて興味ないね。どうせこの仕事が終わったらお別れだ。クールだね。何やってんだ、お前たち。固まって行動するなって言ってんだろ。ターゲットは一番マコーロ。マコーロ前のブリッジに集合だぞ。はーい。まあ、何のことやらって話ですよね。元ソルジャー。信用できねえな。この人はバレットです。かっこいいですね。年齢いくつだっけな ?35 歳だったかな確か。クラウドは21だったかな確か。21歳ですね。おー、綺麗ですね。超綺麗だぜ。さあやってこう。おお、どこ行く？ビックス。あ、敵出るんだ、普通に。へぇ。てれってれってれ。FF7 ね、いい曲がいっぱいあるんで、ぜひね、その、ゲームの内容ももちろんそうなんですけど、この BGM にもね、耳をぜひ傾けてください。とはいってもね、俺がどんどん喋っちゃうからね、BGM に耳を傾けるもクソもないと思うんですけど。あ、ミスった。クラウドさん、ダサい。ミスった。いや、ダメージが少なすぎないか。ててこのクラウドのさ、勝利のポーズがかっこよくて、ね、小学生の時に FF7 やってたんですけど、友達とね、真似っこしてましたよ。これ魔法使えるのかな。 あ、ブリザードサンド使えるじゃん。へえ、さすがクラウド、魔法も使える。くそ、操作しにくいな。くそ。今のね、FF シリーズとは違って、まだね、アナログスティックがない時代だったので、十字で操作しなきゃいけないんですよね。プレステのコントローラーで十字で操作するってなかなかないからな。なんかいる。なんか浮いてるよ。なんだあれ。やべえな、意外にレベルが上がっちまうぞ。ほや。敵発見。
ほい。いいな、なんか、なんだろう、スーパーファミコンのシリーズ、4とか5とか6の、なんだろう、名残がありますよね、なんか。8とか9みたいな、プレステらしさがまだね、ないというか、そんな感じはしますよね。なんかこのね、メニュー画面のさ、この青い背景というか、青色の使い方も、なんとなくスーファミっぽい感じはしますよね。あー、懐かしいな。で、急に BGM は変わりますが、バレット。おい、お前、マーコールは初めてじゃないんだろ。喋らない。あ、喋った。まあな。ソルジャー、シンラカンパニーの人間だったからな。この星は魔法エネルギーに満ちてる。住民はその魔法エネルギーを使って日々生活してる。でも誰も魔法の本質を知らねえんだ。お前知ってるか？さあと、魔法はこの星を流れる血だ。それをシンラって会社はガンガン吸い出してやがれ。このヘンチクリンのスクラップでな。脳ガキはいい、先を急ごう。くっ、よし、ここからは俺と一緒に行動してもらうぜ。合体これでバレットも仲間になるんですね。ん？待って、バレットレベルいくつ ?6? FF7 のこの2人はレベル6からスタートするんだね。ジェシー、私とビックスがこのドアのロックの暗号を手に入れたの。ほう。コード解除。開いた。取れー、それそれー、コード解除。おりゃーって。ん？ビックスはどうすんの？ここの暗号を入手するために何人の仲間が犠牲になったことだ。ほう。こっちってなんかなかったっけ？だからここ。ほら、あった。フェニックス、フェニオか。いきなりフェニオが手に入るんだね。他はなさそうだね。あー、懐かしいな。クラウドな、今ではね、声が当てられて、まさかな、テントモンと同じ声だからな。さ、そこのボタンを押して。これさ、そこって言われてすぐここに気づく人いるんですかね？俺気づかなかったぞ。最初やってて。スイッチオン。ジェシーもな、可愛いんだよな、結構。バレットよく喋るな。マーコールのせいでこの星の命は毎日削られていく。そして、いつの日か。ゼロだ。悪いけど興味ないな。出た、星が真珠マンだぞ。クラウドさんよ、俺が考えてるのはさっさと仕事を終わらせたいってたことだけだ。警備兵やガードロボットが来ないうちにな。本当にクールというかさ、ねえもうちょっとさ、主人公は明るい方がモテるぜ。どっかの尻尾持った主人公が来たぜ、そういう風に。まあな、実際かっこいいからな、クラウド。こっちの方は何もなかったっけ。おう、敵出るFF7 のさ、エンカウントびっくりすんだよな急に来るからね。さあ行こう。バレットは銃を使って攻撃します。で、銃を使っての攻撃なんで、まあ、かなり専門的な話になりますけど、後方にいる敵にも同じね、ダメージを与えることができるんですよね。テラレラレ、テラレ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 ラ、懐かしい懐かしい。いいなぁ、セブン、これだよ、これ。これ上登れんのかな？いける？いけるね。上がったところで何かあるのかい？まあ、何もない。何もないね。テレレレレレレレテテン。さあ、とりあえずジェシーを追いましょう寄り道してる場合じゃなかったね。でも宝があるんだったら取ってきたいもんな。すんげえギシギシ言うんだけど、プレステのコントローラーが。くそ。うお、マジか、バックアタック。敵発見。バックアタックの時にはね、
L1、L2 のボタンを同時に押してこうやって逃げるコマンドを一瞬やるだけでこっち振り返りますからね。そういった意味ではセブンは結構親切設計ですよね。そういったところは。あ、ミスった。はい。なんだろう、序盤にしてはミスるな、二人とも。はい。ポーションがめっちゃ手に入るな。最初そんなにポーション使ったかな。で今度は逆に先制攻撃のチャンスということで、まあダメージ力が増えるんですね、敵の背中を攻撃すると。でちょっと時間が経つとこういう風に攻撃を仕掛けてくるんで、その時にはこっち向いちゃうんですよね。うん、いいね。こっちの方何もないのかな。すげえギチギチ言うんだけど、コントローラーが。やべえ、レベルがどんどん上がってくぞ。ここでこんなに戦ったことないよ今まで。はい、よいしょと。はしごの前では決定ボタンを押して、そうすればはしごに捕まるが、あとは方向キーの上下で上り下りするの。このクラウドのジャンプもね、真似したわ子供の時。なんかスクワットみたいなさ、勢いをつけてさ、やってたな、よく。アイテム、ポーション、もうこれ以上ポーションいらねえんじゃねえか。はいはいはい、ここに行けばいいかな。ん、こうか。でほい。いやー、これがねリメイクされるってんだから結構楽しみではありますよね。プレステ4でのリメイクですけど、まずねプレステ4を手に入れなきゃ意味がないからな。あれはセーブポイントですね。面白い形してますよね。一旦セーブするか。さて行くか。なんか落ちてる。回復のマテリア、このマテリアっていうのがね FF7 でいう魔法になるんですけど、まあ詳しい説明また後で出ると思います。ここもぶっ壊しちまえばただのガラクタだぜ。グラウドさんよ、この爆弾をセットしてくれ。あんたがやった方がいいんじゃないのか。俺は見張らせてもらう。お前さんがおかしな真似をしないようにな。好きにしてくれ。目を覚ませ。ここはただの発電所じゃない。どうした？え？どうした、クラウドさんよ。早くしてくれ。ああ、すまない。まあクラウドたちはここね、魔鋼炉をぶっ壊そうとしてるわけですね。まあその理由はね、そのシンラっていうね、組織というかね、に反抗するためなんですが、本格的にやってくるぜ。さあボス戦です、行きましょう。まあ BGM はね残念ながら違うんですが、こいつもね結構面倒かった覚えがあんな。3台行きましょう。魔法ねたまには使っておかないとね。ほい、サンダーはぁ、
銃撃。今 ATB ゲージの横に赤いラインがあると思う。ピンク色か、ピンク色のラインがあるんですけど、あれリミットゲージといって、クラウドたちがダメージを受けるごとにどん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 溜まっていくんですけど、それがねマックスまで溜まるとリミット技が出せるわけですね。まあ FF9 で言ったらトランスみたいなもんですかね。おお、いいねバレット、この魔法のかけ方も真似したな。スコーピオンテイル、よし来た。リミット、あ間違えた。防御させちゃった。リミット行こう。ヘビーショット、いきなり操作方法間違えておきました。ドーンっていう感じで大ダメージを与えることができるんですね。でこいつは尻尾を立てるんで気をつけろっていう風にクラウドが言います。ほらバレット気をつけろ、尻尾を上げてる間に攻撃するとレーザーで反撃してくるぞ。じゃあどうしろっちゅう話だな。まあこのまま時が過ぎるのを待つしかないんだけど、一回じゃあ食らってみようか、どういう感じで来るのか。攻撃するとこのテールレーザーっていうのでボカーンと大ダメージを食らってしまうんですね。ポーション使っとく。ほらよポーション、100しか回復しないのか。 FF9 とは違うんだな、まあ、シリーズによって違いますけどね。じゃあクラウドブレイバー行こう。ブレイバーよいしょと127。テテテテン、思わずね口ずさんでしまいますよ。いけいサンダー、はい終わり。サンダーとブレイバーがそんな大して変わんないっていうね。ま最初のボスなんてこんなもんでしょ。まあ果たしてあれはボスで呼んでいいのか分かんないけどね。アサルトガンだって、バレットの装備かな。さあ脱出だ。爆発10分前。ちょっと待って、バレットに装備させたい。アサルトガン。よし、行こう。これね、10分以内に脱出しないと、失敗になってしまうんですね。セーブしとこう。急げ、急げ。よいしょ。おう、敵が出る。すげえ。よいしょ、操作がうまくいかない。これ慣れるのに時間かかりそうだな。よいしょ。であそこにジェシーがいるんですが、よいしょ、これ足がね引っかかっちゃってるんですよね。大丈夫か、うかつ足が挟まって。サンキュー。はい、これジェシーを助けないとねクリアできないんですよね実は。さあジェシーのお尻を追いかけていきますよ。よいしょ、よいしょ、あ違う違う違う、間違えた、方向間違えた。これなんかあれですね、プレステ4でリメイクされるときにこのタイムリミット、何分以内に戻れたらなんかアイテムがもらえるとか出そうですね。なんかバレットからよく頑張ったなってもらえそうですよね。ポーションを手に入れたとかフェニーを手に入れたとかね、なんかありそうな感じがしますよね。まあ個人的にはね、まあいろんな意見あると思うんですけど、リメイクするときには、まあ、もちろんねなんかプラスで要素入れてもいいと思うんですけど、できればねこのプレステの内容のまんまでいってほしいなっていう思いはありますね。まあいろんな考え方があるんでね、あれかもしれないですけど、ただリメイクするって言ってもね、同じものをそのまま作ってもきっと面白くないでしょうから、何も追加されないってことはないと思いますけど。さあ着きました、急げ急げ。
行くぞ。ん？ジェシー？コマの解除で、次はビックスね。コード解除。急げー、敵出るんかい。やばい、バレットさんが死ぬ。バレット、え、よいしょ。さあゴールでーす。あと5分ぐらい残ってましたね。さあ逃げろ逃げろ。でまたジェシーが転ぶんだよな。逃げて。うおー、大爆発。これがバレットたちの目的だったんですね。お、ビックス、星の命ちょっと伸びたかな。ウェッジ初めて喋ったね。そうっすね。できた、下がって。初めから下がっておけばよかったのに。おお、あっち。お、クラウドかっこいいね。おお、ウェッジ。大丈夫か、お尻が、お尻が。さあ引き上げるぞ。ランデブー地点は8番街ステーション。各自ん単独行動、列車に乗り込むんだ。おい、金の話なら無事にアジトに帰ってからだ。完全にクラウドは金のことしか頭にないんだね。あ、体力は回復するんだね。あー、この曲さ、なんか悲しいな。あ、オープニングに出てた女の子ですね。まあご存知の方多いと思いますけど、花売りねえ。何か、何があったの？逃げた方がいい。気にするな、それより。これどっちにすりゃいいんだっけな。これね、後々のイベントに影響してくるんですが、こっちかな。てん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 。花なんて珍しいな。いや、なんでもないんだ。もう、気になるな。ねえ、お花いらない？たった一ギルよ。一ギルか。すまん。ちょっとがっかりかな。いっちゃった。見てください、このクラウドさんのイケメンな顔。あ、ダメだった。なんだなんだ、人がいっぱいいる。うわ、敵出るんかい。なんか落ちてるかな。ポーション。ああ、ここね。おい、そこの男、新羅兵か。経験値加速か。やりましょう。